ハードモードが決定したので頑張って走っていきたいと思います。素晴らしい。うわーだだだだだ、なんていう時にこのスゴロクはバンダーズマスカイライン選んでくれたんでしょうか。ありがとうございます。はい、ということで見えてまいりました。正面に見えるあの三角形がですね、吾妻小富士というやつです。カーブ曲がった先ですね。はい、正面に見えますのがこちらが吾妻小富士でございます。今日は上までは登りませんが、あの近くまでは行きたいと思います。いいな、いい天気。ここの道も本当何度走ってもいいですね。当チャンネルでも何度もここをお届けしてるんですが、走るたびにいいなと思います。どうですか、本当に綺麗。あーすごい、見えているでしょうか。渋滞ですねこれね。やってしまいましたな、ノロノロ運転が続きそうです。はい、チェックイン、チェックインしました。はい、チェックインしました。これで吾妻小富士到着ということで、次のポイント行きましょうね。はい、次へ進む。スゴロクサイコロ振ってください。はい、お願いします。どこでしょう。裏磐梯、中津川。あ、中津川渓谷。はい、なるほど。了解です、行きましょう。あの中津川渓谷もですね、紅葉スポットです。かなり有名な福島県の紅葉スポット。完全にこれ紅葉スポット巡る旅になりそうですね。では今私たち走っておりますバンダースマスカイラインから、このままですね、一旦土湯側に抜けて、そこから裏磐梯中津川渓谷に行ってみたいと思います。あ、というか今日のルートですね、前回 の日産ドライブナビを紹介する動画の中で、福島県 の紅葉スポットを巡るっていうドライブコースが紹介されてますよというお話をしたんですが、だいたいそれの通りに走ってるような気がしますね。では中津川渓谷、しんどい。どん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 福島市から遠くなっていくんですが、頑張って走っていきたいと思います。ちなみに W さんは中津川渓谷知ってますよね。なんか聞いたことあります。はい、なぜ聞いたことがあるかというと、当チャンネルで中津川渓谷にも行ったことあるんですね。はい、あったかなみたいな感じでしたけど、あります。本当にこれイージーモードでこれですからね、1日で回ろうなんてちょっとやりすぎだったかもしれないとちょっと後悔をしてるんですけど、やりますよ。はい、ということでですね、私が今走っておりますのは福島県磐梯吾妻スカイラインスゴロクドライブの次の目的地、中津川渓谷へ向かっているんですが、ちょっといろいろお話をしますと、今日の撮影まず私目論みが甘かったです。まあ片道10キロ圏内5ポイント回るだけでしょ、100キロぐらいだったら午前中で終わんじゃねって思ってたんですけど、全然そんなことなかったです。20キロ圏内、半径20キロなんですけど、多分これ道の実際の走行距離を加味してないんですね。ということで中津川渓谷もですね、ここからだいたい走行距離でいうと40キロぐらいなんですね。ポイント3が次40キロ先、あと3つ回らなきゃいけないんですが、すいません、帰還命令が出てしまいまして、本日このまま一旦帰ります。なのでスゴロクドライブデイ2撮影をしなければいけないです。ちょっと明日の撮影になるか、次の撮影ちょっと分からなくなったんですけども、というわけでデイ2は中津川渓谷に向かうルートでまずはスタートして、そこからですねまた走っていきたいなと思います。はい、ということでですね、このまま土湯峠を抜けて福島市街まで帰っていこうと思うわけなんですけれども、せっかくですねお便りといいますか話題をご提供いただいてますので、もう一個ぐらいちょっとここでお話をしていきたいなと思います。ダブルさん3つ目の話題ですね、あ4つ目か、4つ目の話題いきましょう。はい、M さんと W さんの新体制になってからベア長の出番が減ってます。ベア長の待遇改善
前はありますか？無言でひたすら現れるだけの動画でも結構ですから。なるほど、はい、ベアチョーファンからの熱いご要望をいただいてしまいました。ベアチョー最近ですね、ちょっと無言での登場があったりとかあるんですけれども、確かにそうですね、ベアチョーの待遇改善を、ベアチョー私より偉いはずなんですけど最近ちょっと出演をしてくださらないということで、そうですね、確かに今日もベアチョー一緒に来ていただいていないんですが、そうですね、待遇改善どうしましょう。ダブルさん、なんかベアチョーにこんなことしていただきたいとかありますか？もともとあんまり私とベアチョーの絡みがないので、はい、少ないですよね、はい、私もあんまりベアチョーとお話をしたことがありませんので、まあケイノさんを交えた去年 の5000人企画の時にベアチョーも一緒にやってくださったりしてましたけども、確かにそうですね、無言でも構いませんのでとベアチョーに伝えておきます。ベアチョーの登場をちょっと考えていかないといけませんね、はい、ちなみに本当に昔から当チャンネルご覧いただいている方はベアチョーをよくご存知なんですけど、最近見始めたばかりという方とか、ベアチョーってなんだって思われるかもしれませんが、ベアチョーはですね、当チャンネルで一番偉いクマです。詳しくはベアチョーでご検索いただくと多分情報が出てくるんじゃないかなと思うんですが、昔はですね、ケイノさんと一緒にいろいろな検証とかいろんなお話をしてくださっていたんですが、私とですね、ダブルさんの対戦になってから確かにほとんど出ていない。たまにライブ配信の時とか、あとそうでなくてもたまにベアチョーがこう車に乗ってたりはするわけなんですが、お話はなかなかしてくださらなくなってしまいましたので考えていきたいと思います。ということでベアチョーの登場にご期待ください。はい、もう一個ぐらい質問伺いましょうか。お二人のトーク楽しくて好きですって。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人それぞれの愛車の自慢の場所を教えてくださいだそうです。あ、自慢の場所ですか、はい、なるほど、ちょっとピンポイントなところを知りたいということですね、はい、私乗っているのは T32 型、一つ前のモデルのエクストレイルのハイブリッドなんですけど、そうですね、私乗っているのはハイブリッドの中でも、エクストリーマー X というグレードなんですね。ちょっと特別仕様で現行型のエクストレイルにもあるんですけど、ちょっとワイルド感を高めた専用の外装パーツとかがいろいろついてるんですよ。でその中でも特に気に入っているのがフロントバンパーのフォグランプ周りですね。 T32 のエクストリーマー X はフォグランプの周りにこうちょっと専用のピアノブラックの装飾がついて、さらにそこにですね白い LED のラインが入るんですね。デイライトとして機能しているんですが、それがちょっと他のエクストレイルとは違うんだぞってパッと分かる特別感があって好きです。気に入っています。まあ、あと他にもこだわって買ったポイントとしてパノラミックガラスルーフをつけております。これもですね、なんか普段運転している時に開けても、まあ、大して見えやしないんですけど、特にそう今日みたいなこういうちょっと紅葉のドライブを楽しむみたいな時に天気もいいと、サンルーフ開けてそれで運転していくとなんか気持ちいいです。そういったところが非常に気に入ってるポイントです。ダブルさんは、私のラッシーの特徴というか、はい、荷室の扉がこう上下にカバッと開くような仕様になっていて、はい、そこのまず開き方、はい、ちょっと他の車とはちょっと違う感じが自慢です。そこからこう外を眺めるのが好きです。なるほど、補足させてくださいね、はい、ダブルさんのラシーン上下にガバッっていうのはバックドア、普通は1枚もののドアを上にグイーンと上げると思うんですけど、あ、はいはい、それが分割されてるんですね、はい、上半分だけでも開けられるんでしたっけ。開けられます。ははは、上半分だけでも開けられて、下半分は下でなんて言うんでしょう、上は上に持ち上がって下はこうバッと下に降りるような感じになってるんですね、はい、でその下に降りた部分に座れるんですかね、車は、はいはい、でそこに座りながら外を見て
ハンバーガー食べるの好きなんだっていう話で良かったですか。あ、はい、そうです。はい、ありがとうございます。伝わったでしょうか。ということで、そんなところが他にもなんかいろいろありそうですね。ダブルさんの好きなポイント、あとシートの柄ですかね。あ、はいはい、どんな柄なんですか。羅針盤の柄になってます。はい、ている。そうなんです、羅針盤。羅針でなんで羅針盤なんだって話してくださいよ。なんででしたっけ。羅針という名前は羅針盤から来てるんですよという話をまずしていただけるといいのかなと思うんですけど。あ、なるほど。あ、そうだったんだって顔するのやめてください。そうだった。はい、ということで、なので、羅針の多分全部のグレードじゃないんですけど、羅針のシートですね、羅針盤が描かれてる、そういうデザインのシートが結構人気があるんですよね。そんなところがダブルさんはお気に入りということで。はい、ありがとうございます。はい、と言っている間にバンダイアズマスカイライン下り切ってまいりました。ではですね、次の動画ではポイント3つ目ですね、3つ目のポイントを走って中津川渓谷を目指していきたいなと思います。本日のドライブ企画、日産ドライブナビからリアル版スゴロクドライブプレイしておりますが、いかがでしょうか。イージーモードでも1日で回ろうと思ったらウルトラハードだということを身をもって体感中でございますが、次はどんな場所が待っているんでしょうか。楽しみです。残り3つのポイント、次の動画からまた行ってみたいと思いますのでお楽しみに。ダブルさん、今日ここまでまだ2つしか回れてないですけど、どうですか、やってみて。3つ目のポイントが思いもしなかったポイントだったので、はい、この先のポイントがどこに連れてってくれるのかなっていうのも気になりますし、はい、今日本当に紅葉が最高に綺麗な時に、本当それは良かった、来れたので何かの運命なのかなと。そうですね、思ってました。いや本当いい時に来れました。いや正直うわスカイラインか、遠いとこ出ちゃったなって思ったんですけど、その先中津川渓谷さらに遠かったので、鈴木のプレーを心してかかっていきたいなと思います。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。